はい、皆さんこんにちは、本日はですね、ちょっといつもと場所が違うんですけど、今日は京セラドームに来ています。今日はビスタルームっていう、年間契約シートという、年間契約のみの部屋をですね、招待してもらいまして、で、今日そこから、動画を今配信させてもらっています。で、早速ちょっとですね、もう部屋の中見てもらって、どんな場所かっていうのを見ていただくかなと思います。どうぞ。こんな感じの部屋です、完全に VIP ルームみたいな感じですね。行きましょうか。ちょっと、もうエアコンもバッチリ効いてる状態で、で、ここがあれですね、屋外、ここで試合観戦できる形になってます。ちょっと今試合前なんですけど、ちょっとここも出てみましょうか。こんな感じです。どうでしょう、動画やったらちょっと迫力があんまり伝わらないかもしれないですけど、すごいです。ちょっとね、下覗いたら怖いぐらいなんですけど、今喋ってますね。はい、今日はですね、何についてお話させていただくかと言いますと、どういう人たちと付き合っていくかというのがとても重要になってきます。それについてですね、今日はお話させていただくかなと思います。まず今日ここに招待してもらったのも、知り合いの社長さんからですね、お誘いいただきまして来ました。先日はですね、別の社長さんにですね、フェラーリ主催の、レースが2日間あったんですけど、そこにですね招待していただきまして、で、フェラーリオーナーとして、招待していただき、そして、ピットまで入ったりとかですね、すごい間近で、レースを観戦するさせてもらったりとかしたんですけど、やはりそこも人脈っていうところに見たときに、そういった人たちとお付き合いさせていただいてるっていうのが、やはり自分のステージをさらに上に上げていくっていうところになってます。で、まずやはりですね、自分自身がマクドナルドでですね社員してた時っていうのは、会社員として、行ってました。で、同僚であったりとか、もしくは上司とかと、普段プライベートとかも含めて飲みに行ったりとかもしてましたが、やはり付き合う人間のレベルっていうのによってですね、自分の考え方とか、あとは、環境、もしくは結果っていうのは変わってくるんですね。僕がそこで感じたのは、今の状況に満足していないっていう時に、愚痴や不満ばっかり言うだけで、何か前向きにですね、今の状況を変えるために行動しようとかっていうポジティブな話っていうのが一切なかったんですね。で、それがだんだんですね、居心地が悪くなってきて、もうこの会社ではこれ以上学ぶことないなと思って、退職して、で、今に至るっていう形なんですけど、やはり成功者と呼ばれる人たちは、まずそういった愚痴や、不満など、ほとんど、口に出しません。そして、もし何かうまくいかないことがあったとしても、これからどうしていくか、先のことですね、をポジティブに捉えて、これからの自分の行動を変えていって、その結果、環境を変えていくっていうふうに、皆さん、考えています。やはり、そういう人たち、同じポジティブ思考の人たちと過ごせるか過ごせないかっていうので、自分の考え方とかっていうのは、影響されてきます。なので、やはり、どれだけ成功者、呼ばれる人たちと同じ時間を共有できるかっていうのがすごい重要になってきます。で、人によれば、そういった成功者の方たち、もしくはその目上の人とか年上とかとですね、一緒に時間を共有するってなった時に、なかなか最初って居心地悪いんですね。でも、それって居心地悪いっていうのはすごいいいことなんですよ。自分が仮にここのステージにいたとして、上のステージの人たちと過ごすのが居心地悪い。でもこれってだんだんですね、もし慣れていけば、自分がここのステージだったのが少しずつですが、上に上がって上のステージの人たちと考え方とかが、近づいていってるっていう風になっていくんですね。なので、自ら居心地の悪い環境、不慣れな環境に飛び込んでいくっていうのがすごい重要になってきます。やはり今の自分のいてるステージでずっと過ごしていたら居心地が良くて、そっちにやはり楽なんで流されてしまうんですけど、やはりそのままいるとずっとこのステージのままで上に上がることができないので、いかに自分より上の人たちと付き合っていくかっていうのがすごい重要になってくるっていうふうなところを普段から意識してやってます。
今日の動画はこれで以上とさせてもらうんですけど、最後まとめとしましては、いかに、自分より上のステージの人たちと、時間を共有するか、そこを一番重要視して、考えて行動してもらえればなと思います。では、本日ご視聴ありがとうございました。